君に呼び出されるなんて、まるで先生と生徒の立場が逆転したみたいで、なんだか不思議だわ。それでどんな用事なんですか、先生？あら、生徒にお祝いされるのってとっても幸せな気持ちになれるのね。私、先生になって本当に良かったわ。でも、君だからかな、余計にそう感じるのは。あ、今のは他のみんなには内緒よ。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてで、ドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。私の誕生日を覚えていてくれたなんて嬉しいわ。君にお祝いされるなんて考えてもみなかったからびっくりしちゃった。実はね、どんなことかなってドキドキしてたのけど、100点満点のとっても優しい言葉で安心しちゃった。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてで、ドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。あら、私の真似？君なりの誕生日プレゼントなのね。どんな高価なものより嬉しいわ。心に残る一番の贈り物ってこういうことを言うのかしら。また一つ君から教えられちゃった。君みたいな生徒を持てて本当に私は幸せな先生ね。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてで、ドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。